ポイントにつきました。まずはですね、葉山沖のだいたい今水深35から40メーターぐらいのちょっとね深場からスタートしてます。ちょっとシーズンが進んでイカがちょっと深場に落ちてきたということなんで、まあ、ちょっと深めスタートですね。でアントラージュでいうとエギがだいたい S3 とか S4 というちょっと重ため、このシンカーの大きさがねこれ S0 って小さいやつなんですけど、これから重たい S4、ね、こんな大きなシンカーですね。水深が深めなのでだいたい 40m ぐらいが、まあ、シーズンの中でも一番深いぐらいなんで、まあ、こういう時はこの S4 っていうねちょっと重ためのエギを使ったりします。例えばこうしゃくりますよね、こっからこう下ろしてくるじゃないですか、はいはいはい、こうじゃなくってしゃくり終わったらピャッて止めたらもうここから動かさない。わかりました、はい、どうしてもこう送り込むっていう動作をする方って結構多くて、でこの送り込むっていう動作はあんまりこうそのタイミングでイカが抱きにくいので、はい、もう上げたらパッて止めちゃう。わかりました。っていうのはしゃくたり上に止めちゃう癖があるんで、なるほど。そこからその時は例えば目線のところに持ってくる場合っていうのはもしクッていったらくるくるくるって巻いちゃってください。で持ってきちゃって、もう巻いちゃって全然構わないんで、はい、今の巻き方でも全然問題ないのは問題ないです。ただちょっと うねりがあったりする時になるとあれだとちょっと支えすぎてるかなって感じにはなるので、でこの時に例えば前に出さずにしゃくりますよね、こうやってしゃくってこの辺でこう待つ感じですね。この辺でこう待ってもらって、今そのまま持ってもらってこれぐらいでいいです。で持たない、持っちゃうとどうしてもグーッとこうテンショングーッと張っちゃうんで、はい、そうするともう当たりを取りに行っちゃうんで、なかなか長時間待てなくなるんですよ。上げちゃいましょうか。で今こう流れ始めてますよね。でこの時にエギを入れる位置をこの辺に持ってきます。ここからこれぐらいそこまで、はい、ここからスタートです。そうするとおそらく着底するのがこの辺になるんですよ、はいはいはい、そうすると1回ここでしゃくります、はい、で2回目今度こっちに行きますって感じになるんで、はい、1回2回目楽は楽できるんですよ。で3回しゃくっても全然楽ができるんで、で今こう船の下来ましたよね。そしたら今度こっちの方に自分が向いてきてっていうような感じでやると、まあ、まあ着底した。両サイドですね、例えば大友の人あとは三好の人が真下じゃなくて両サイドに投げてあげるとその一つ手前の人たちとの絡みが少なくなってくるんで、そうすると例えば大友から一つ前の人たちもちょっと後ろにエギを入れることができる。そうするとだん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 こう扇状に仕掛けが入っていくようになるんで船全体として絡みが少なくなっていくんですね。やりましたね。やりました。バチッときましたね。バチッときました、はい、しっかり当たりましたか。来ましたね。よかったです、よかったです。はい、OK、はい、です。イエッケイ、はい、すみません、ありがとうございます。来ました。サイズはね、ちょうど今アベレージぐらいの。32メーター、低質なだらかですからね。32メーターですね。ゆっくり流れていくところですね。いい感じですね。来ましたね。2杯目。お、サイズアップ、サイズアップ。お、よう太ってる。コロコロ。はい、よいしょ。出ました。2杯目です。ちょっと絶好調、だいぶ水がタップタップですけどだいぶギリギリまで来てますけどね、こうやっていつ来るかなっていう感じがしますけど、ダメよダメよ、吹いちゃダメよ。一回一回こうステイが途中でなんか変な感じになったなとか、はい、あエギ動いたなと思ったらもう一回落としちゃった方がいいです。 OK、 10秒から20秒ぐらい長めですね。で当たりがなければ落として、はい、感覚的には本当そんな感じです。ちょっとラインがこう隣の方と絡むときは糸がたるんだ状態で出てくることが多いんで、そういうときはちょっと抑えながらやるといいですね。今日みたいにちょっとまっすぐ素直に出ていかないときはどうしてもそうなりやすいんで、もう出てってるなと思ったときは一回キューって止めて糸まっすぐにしてあげてからまた出してあげるようにするといいですね。今みたいなときはいいですけどね。はい、ごめんなさい。でそのときは回収せずにせっかく着底してるんで一回はしゃくってください。一回
結構大事です。移動の瞬間に釣れることって結構あるんで、その1回だけはもう3秒でも5秒でもいいんで、はい、待てる場合は1回だけしゃくっちゃってもいいです、はい、どうしても波気がある時ってあんま良くないんですよ。 あとうねりがある時とかどうしてもこう船の揺れをそのまま拾っちゃうんで、はい、そういう時は長めで、もうベターっとしてる時とか全然船がこういう揺れない時っていうのはショートロッドみたいな感じで使い分ける。深さとかじゃなくて風とか流れとかの方が大きいですね。来ましたよ、3杯目乗ってる。何かがやっぱり違う、合ってるんですか？それもあるかもしれないですね。ステイかな、待ってますね。ロングステイにしてますよね。はい、来た。はい、はい、よいしょ。結構いいサイズですね。585g。今、はい、あれ今水深どれぐらいでしたっけ？30メーターですね。30メーターで今エギが30、40グラムぐらいですかね。40グラムですね、はい。参考になるのはこの糸の入っていく場所ありますよね。はい、水面から出ていく場所。で、この出ていく場所から糸が暴れなければ竿は暴れてない証拠になるんですよ。これ見ていただくと、例えば今僕しゃくりますね、ここで竿がぶれない時ってどうなるかっていうと、今あそこに今場所がありますよね、ほらちっちゃい点になりますよね、はいはいはい、あの飛び込みみたいなやつですね、うんうんうん、飛び込みでちっちゃなあれになる、あのズボってなると綺麗に飛び込めてるのと一緒で、はい、竿が暴れてない時っていうのは必ずあのところがちっちゃいポンポンポンで終わっちゃうんですよ。そうですね、このちょうど水面とのこの接点で結構重要で、これ竿ブレてるとどうなるかっていうと、最近あんまブレたやり方できない、こんな感じでほら、こんなになりますよね、うん、でこれがブレてないとどうなるかっていうと、ほら、点にしかならないんですよ、うんうん、ってことは点になるように一直線の方向に竿を向けるっていうのが大事ですね、うん、横になってると竿がねじれるんで糸がこんなになっていくんですよ、はい、なのでねじれないように糸が出ていく方向に体を向けてあげる、うん、今ここに向いてるんで体もこの向きに向けるんですね。でここの状態でしゃくってあげるっていうのが大事になってくるので、そうするとこの状態からピュッピュッピュッ、ほらほら、ちっちゃいですよね、はい、あ、もう手首じゃなくて肘をうまく使ってるんですね。肘をうまく使ってるので力がなくても力を肘肩をうまく使えるとちゃんとしゃくれるっていういい例ですね。緩めて張る、緩めて張る、この緩めて張る見ててください。緩んで張りますよね、はい、こんな感じですね、この感覚、はい、最初からこの状態からこの張った状態まっすぐからこう引っ張るんではなくて緩めて張る、だパチンパチンってベルトのこうやってパチンパチンパチン、こうやると全然力がいらないんですよ。これだと女性でも男性でもお子さんでも年配の方でも皆さんしゃくれるようになってくるので、しゃくるときに決して力を入れない、最初は緩めといて、ここから緩んだところから緩めてしゃくる、緩めてしゃくるっていう感じでちょっとやってみましょうか、はい、あ、当たったの、はい、こうちゃん、こうちゃん、あ、もんちゃん、みんな離れていく、早めの処理を沖藤さんも後ろ重心になっていつも前のめりなのに、前のめりなのに煽り、はい、はい、はい、よし、アントラージュの S1 ですね、はい、あ、結構軽めで、はい、水深ね、まあまああるんですけど、今日風ありますけど、はい、あえて S1 にした理由は、まあ、あのそこが取れるのと、あとまあしゃくってみた感じそこまで重くないし、こうあの引き抵抗もそんなに、あのなんかこれぐらいならいけるかなっていう
どうにかおでこを脱出できて嬉しいです、はい、やりました。最高の一杯です。ありがとうございます。はい、動画かこっち動画今の動画よ、もう来ましたね。 S3 です。アントラージュ祭りになってきましたね。僕の身の丈に合ったサイズなんで謙虚なコメント、ね、そこはバッサリカットで、はいはい、落とすなんせ触ったら落とす。で合わせもあんなに大きくなくていいです。全然のけぞる必要ないんで、どちらかというとしゃくりんの動作と同じぐらいで十分です。しゃくる時に絡むと竿が折れるか糸が切れるかになると思うんで、結構要注意ですよね。例えば入れます。でしゃくる時にどうしてもこんな感じで竿が糸の上にこうやって乗っかるとこうやって絡むわけですよね。でそこで巻きを入れちゃうんで、そこでパーンと切れちゃうんですね。でそうすると、まあ、高切れの原因になったりとかするので、要注意なんですが、ちょっとした、作業でですね、しゃくる時にまっすぐ上げて糸が乗っかる方向に竿が行っちゃうと必ず竿って絡んじゃうので、なるべくちょっとだけ横にずらしてあげる。今風がこう受けますよね、はい、なのでこのまま下ろせばたわんでないんですけど、はい、こっちに下ろす形になると竿糸を拾う方向に拾う方向になっちゃうんで、今僕のロッドはですね、しゃくって糸がこっちにたわんでる時に竿が左側だ、右側にたわんでるところを左側から竿を下ろしてるような感覚ですね、はい、しゃくる時には絶対絡まないわけですね。ただ引っ張り上げるだけなんです。でこの下ろす時にこうやってゆっくり例えば下ろしていけば、こうやってふわっとやれば右側に糸がたわむ。で反対の時ありますよね。反対の時っていうのは今度こっちにたわむんで、気持ちちょっとこっち側からしゃくってあげるような感じになるんですけど、まあ、ちょっとしたことなんですが、慣れてくると竿の逃がし方っていうのが分かってきます。それができるようになってくると、例えばしっかりしゃくりたいなとかって言っても糸を絡ませずにこうしゃくることができるようになる感じですね。来ましたよ、はい、さっきとちょっと変えたところとかってありますかね。あ、ちょっと先生に教えてもらったようにちょっとしゃくりを強く強めで意識してしゃくって、はいはいはい、そうでしたね。さっきあのモンゴーだったんでね、はい、よかったですね。よかったです。ちゃんと結果にコミットしましたね、はい、まあ、聞いたことありました。結果にコミットして、なんだろうな、まあ、よくわかんないね。よかったですね。おめでとうございます。そして宇塚さんまた来ました。ありがとうございます。釣りましたね。今はなんか特別変えた何か、ちょっと強めにしゃくって、はいはい、ロングステージてか、あの強めか、あ、10秒ぐらいしっかり止めてですね、よかったです。しかもサイズいいですね。600近くありそう、多分568グラムぐらいのいい感じですねこれね、はい、いい感じのね、竿もよく曲がっていい感じでしたね。頑張って釣ってください。ありがとうございます、はい。来た来た来た、あ、モンちゃんコロコロ、はい、オッケー、よし、お、うん、すごい、はい、おめでとうございます。とりあえずですけどモンゴーが来ましたね。どんな感じで来ました？待っている間にちょっと、ガッと来ました。あ、来ました。抜いちゃいますか。はい、オッケー、よし、来ましたね。どんな感じでしたか？いや、あの、きちっと軽めの泳ぎにしてしっかりしゃくって、S0 っすか。 S0 でちょっとそんなに流れなくなったので、そうですね、軽めにしてしっかりしゃくったらチッていう、チッていうやつで、だカッとかかってる、ええ、気持ちよく、お、こっちも来た。オーケーオーケー。あっちもね、今一番後ろも来ました。おお、トリプルヒット、トリプルヒットです。5杯目。お、いい感じいい感じ、よっ、はい、緩めてください。立たないけど、はい、やりましたね。今日一のサイズですね。モンゴを抜かせば、煽りでは一番大きいです。ありがとうございます。おー、はい、よいしょ、はい。今日一サイズぐらいじゃないですか。多分これで700ぐらいありそうですね。
もうポンと、いいタイミングで。あぶい。皆さんお疲れ様でした。まあ超過的にはまあね、皆さん全員に釣れるっていうほどなかなか甘くはなかったかなっていう状況ではありましたけども、まあいろんなね状況があるので釣れる時もあれば釣れない時もある。で例えば、釣り座がたまたま運がよく入る時もあればそうじゃない時もあるっていう感じになるので、あまり一回一回の超過に一喜一憂しない方がいいと思います。っていうのは例えばあまりうまくやり方ができてない時に釣れてしまうと今度はそれがいいんだと思ってしまってその後ずっと苦労する方って結構いらっしゃるんですね。で逆にその時は釣れないけども言われたことやり方だけはちゃんと通していると今度は安定した釣果が今度残せるようになってくるので、飛び抜けた釣果っていうのを出す必要はなくて釣り座に入ってその釣り座で釣れるイカをちゃんとしっかり取っていくっていうことができるようになっていくとその状況の中でのベストの釣果になっていくんじゃないかなと思います。なので今日、ね、皆さんやっていただいたように、まあ、しっかり底取りをやってでしゃくって止める、たったこれだけの動作の中の釣りなんですけど非常にこうその中に細かい、要素っていうのがたくさん入っているっていうのもね今日分かっていただけたかなと思うんですよね。なんで着手を取るって言ってもただただ糸を出せばいいよってわけでもなくて出し方だったりとか今日みたいにちょっとラインが斜めに出ていくような時っていうのは、お祭りをさせないような出し方っていうのも今度必要になってきたりとか今度は風があんまり吹いてない時は、どうしたらいいのかなとかっていうのがこう分かってくるとですね、だん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 こうやることがすごく単純であるがゆえに一つ一つができてないと釣果に全然結びついていかないっていうところもね分かっていただけたんじゃないかなと思いますので、またですね今シーズンまだまだこれ始まったばかりですので、これからですね冬に向けて大きなねアオリイカでこの釣りはですねアオリイカのサイズっていうのはもう狙って取っていくものではないのでもう本当に来たイカがどのサイズになるかはその群れのサイズだったりとかっていうのにも寄ってくるんで皆さんに大きなイカが釣れるチャンスっていうのはありますのでぜひですねまた大きなイカね、運よくでも何でもいいので、釣っていただいてですねこのアオリイカのね独特の引きをですねこう堪能してで当たりをねちっちゃな当たりこの当たり取れたよ今のっていうのをですねこう皆さん自分のね釣りの楽しみの一つにしていただけたらなと思いますのでまたいろいろと、タックル等々ですねあとまあ釣り方とかいろいろなところでまた紹介していきますのでまた釣り情報をね、また熟読していただいてですね、見ていただけたらなと思います。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。